本動画の構成。では、スタート。これは世界に名を残した、とにかく破天荒な皇帝の物語。ほら、みんなどうした？大将についてこい！格式ばった宮廷なんてごめんだ！賑やかな方が楽しいに決まってる。そんな彼の最初の敵は、ソフィア姉さんはいずれ僕の命を狙うだろうな。姉さん、僕の勝ちだ。成長した彼はある計画を思いつく。やっぱ外国の文化を学ばなきゃな。そこでどうだ、存外馴染むもんだろ。前代未聞、皇帝の変装旅行。すげえ、こうやって治療すんのかよ。な、お前に試してみてもいい？こりゃうめえな、まだまだ食えるぜ。さすがイギリスの名門大学、学問の質が違うな。やっべえ、通うしかねえな。いずれロシアにもここに負けない街を作ろう。大満足の旅、無事帰ってきたピョートルだが、あんな姉さんか、懲りない人だ。もう終わりにしよう姉さん。彼が示した決意とは、反乱に関わった者に容赦はしない。これからは学問や産業を発展させていかねばならん。二度と反乱など起きぬよう見せしめとする。一難去ってまた一難、人生最大の危機がピョートルを襲う。大北方戦争勃発。笑うしかない状況だな。しかしここで負けてはならない。これからのロシアのために。激戦の最中、ピョートルはあるものを見つけた。いい場所だな、新しい街を作るのにぴったりだ。そして戦いの行方は。どうした、私に遅れるな、勝利はすぐそこだ。その男、とにかく破天荒で型破り。うわ、さすがに酔ったな。結婚しよう、エカテリーナ。ヒゲはそれ。映画ピョートルが行く、公開予定なし、乞うご期待。アレクセイ、もはや貴様は我が子にあらず。ざっくり解説、ピョートル大帝。ピョートルは17世紀末に生まれたロシア皇帝です。彼は6男で、幼い頃に父を亡くし、彼が子供の頃は、姉ソフィアが実権を握っておりました。姉から冷遇されたピョートルは母と共に郊外の町で暮らし、ピョートルはそこで、近所の子供たちと交流し、いわばわんぱくなガキ大将のような存在になっていたようです。ピョートルは生涯を通じて格式ばった儀式を嫌う好奇心旺盛で大雑把な性格だったのですが、その素地はこの時に生まれたのでしょうね。そして姉ソフィアが失政で支持を失うと、ピョートルは支持を集め、実権を握ることに成功します。そんなピョートルがまず行ったのが、外国視察。当時ロシアは他の西欧諸国に遅れを取っており、外国の文化を学ぶのは、おかしくない話な気はしますが、ピョートルは皇帝でありながら、使節団の一員として偽名を使って視察旅行に参加。医学、造船、学問など、様々な文化に旺盛な好奇心を示したようです。ちなみに、彼は大の酒好きで、旅行中も、大衆酒場のようなお店で、地元の船乗りと飲め屋食え屋の大騒ぎをしていたようです。また、イギリスでは推しの女優ができて芝居に通ったらしいですね。そんな旅行後のピョートルを待ち受けていたのは、苦難の連続でした。まずは国内の反乱。背後には姉ソフィアがいるとされ、ピョートルは彼女を修道院に隔離し、反乱に関係した者は容赦なく断罪しました。そして、大北方戦争。これは、北欧で勢力を拡大していたスウェーデンと、ロシアやポーランド等が戦った戦争です。当時軍政で遅れを取っていたロシアはこの戦争の序盤壊滅的な敗北を喫します。しかし、ピョートルは諦めず体制を立て直し、徐々に戦況を挽回。ピョートルは自ら前線で指揮を取ることも多く、特に大北方戦争でロシア側の勝利を、決定づけたポルタバの戦いでも自ら砲火の中に身をさらし、彼の帽子や服を敵の銃弾が射抜いたと言います。そして、この戦争に勝利したロシアはこれ以降ヨーロッパの強国となっていくのです。また、この時ピョートルは他に大きなものを得ています。それは後人となるペテルブルク。北方戦争の最中に彼はバルト海沿岸地域を占領し、彼はそこに新たな都市を築くことを決意。大北方戦争と並行して建設を進め、完成したのが現在のサンクトペテルブルクです。内政面では彼は学問や多くの書籍の翻訳を奨励。西洋の文化に親しんだ彼が、ロシア人の特徴である蓄えたヒゲを禁止するヒゲ税を導入したことは有名ですね。
よく言えば豪快で革新的、悪く言えば強引で乱暴で粗雑、そんな彼はロシアの勢力を拡大した人物ではありますが、僕はイメージ的にはフィクションで書かれる信長に近いのかなぁなんて思ったりしています。しかし、そんな彼の人生に影を落としたのは、家族問題。幼少時から、姉と対立した彼は自身の家庭でも苦労しています。彼は女性好きで、愛人が何人かおり、妻とは早くから関係が冷え切っていました。やがてその妻と、妻との間に生まれた子アレクセイはやがて反ピョートル派勢力に衰退されるようになっていき、ピョートルは妻を投獄、息子アレクセイは彼の仲間ともども処刑しています。一方で彼の寵愛を受けた女性エカチェリーナとは長い間事実婚のような状態にあり、最終的には正式に結婚し、なんと彼の死後、このエカチェリーナが女帝として即位することになります。こういった家庭人としての残念さや、家族への厳しい処罰が、ピョートルのイメージを悪く、している部分もありますね。一方で、大北方戦争で争った強敵カール12世の訃報を聞くと敬意を表し黙祷を捧げるなど、意外な一面も持っています。というわけで破天荒でやんちゃな皇帝、ピョートルのお話でした。このように本シリーズでは、世界史の教科書に登場する偉人を、アニメチックなフィクションパートと、簡単な解説パートで紹介していきます。なお取り上げる人物は私の気分と思いつきで決めています。他にも当チャンネルはちょっと変わった歴史動画を上げておりますので、お見守りいただける方はぜひチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。励みになります。では次の動画でも歴史の世界の片隅で、あなたを待っています。ご視聴、ありがとうございました。